こんにちは、ネギョでーす。今回は山口のアジでーす。行きまーす。今日のはちょっと丸っこいんで油が乗ってるかもしれないですね。さて今日の市場なんですけども、まあ冬関係のものがあんまりなかったですね。先週白子が結構良くなってたんで、もうこれからは白子の季節かなと思ったんですが、まあ、まだらの白子ってやつですね。一般的な濃厚で美味しいぐしゃぐしゃっとした白子ですね。まあ、ところが今週は全然、まあ、物はあるにはあったんですけど、いい白子はなかったですね。しけちゃったのか、なんでしょうかね。で、サンマもね、全然ね、なかったですね。まあ、うちが入れてくるのは本当に、本当にでかいやつなので、まあ、ある時とない時があるんですけど、まあそこからだいぶ下がったランクのサンマしか今日はなかったですね。まあそれでも、まあ、スーパーでは多分お目にはかかれないぐらいの大きさではあると思いますけどね。まあうちだとうーんってなっちゃうんでちょっと入れてきてはいないですけど、まあそのサイズで1匹5、600円とかですかね。海とね、魚の感じも毎週毎週違うんで、まあ面白いのと難しいのとありますね。まあお魚はね、市場の業者さんにまあ頼んで、まあ行かないで買って買うっていうのもね、可能なんですけどね。なんか届けてくれたりとかもするんですよね。けどやっぱり行って買うのと、まあいろいろ目利きができるとか、その日その時のね、魚の状況とか全部わかるんで、もう行って買い付けしてるお店と、まあお願いしちゃってるところだと、もうそれだけで結構魚の味に関しては、まあ一段階違いますね、ランクが。まあうちは高いの使ってんだよって言われちゃったりするかもしれないですけど、まあ値段と品質が必ずしも一致しないのが魚の面白いところなので、まあそのまあ同じ値段で、まあ幅がすごいあるっていう表現が的確ですかね。同じ値段でもすごくいい魚と、まあその値段に見合わないような魚とありますので、まあもちろん中間層もありますけどね。まあそれなんで、まあ人にお任せしちゃうと、まあ相手も商売ですから、いろんな思惑が乗ってきて、まあなかなかね、最高にいいやつが手に入るってことはまあ限らないってわけですね。まあトップオブトップの方はまあまた別だと思いますけどね。その中から一番いいやつを引っ張るよみたいなのとかはまあ実際あると思いますけど。味でした。